普通の折り紙2枚と小さい折り紙1枚を使っておりますまずは甲羅の部分から折っていきます折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて 上の角を下に向けて折ります。これを開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。この状態で上の紙を1枚下にめくります。これを裏返したら、この部分を下の紙でこのように折ります。 こちら側も同じように折ります。折ったものをさらに外側に、大体でいいんですけど、このように折り返します。これを横にして、この真ん中の線で半分に閉じます。 ちょっとずれた次にこの部分をこの筋に合わせて折ります。これを開いてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。これを内側から開いてはみ出した三角を内側に折り込みます。この部分を ポーツキスで止めますこれで甲羅の部分は完成です次に首の部分を折ります折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋にこの部分とこの部分を合わせて折ります 反対側も同じように折ります。これを縦にして、下と上を合わせて半分に折ります。これを開いて、下の角を中心に向けて折ります。 これも開いたらこの部分を下の先からハサミでこのように切り込みを入れます切ったものをこの部分から角まで斜めに折ります折った先を 真ん中の線で外側に折り返します反対側も同じように折ります先を外側に向けて折り返しますこれを上位へひっくり返して下の角を上に向けて折ります 折ったものを開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。開いて、こちら側も同じように折ります。これを両方から折り直して、このように先端を立てます。これに甲羅をかぶせます。 後ろから差し込むようにしてかぶせてヒレの両脇をホチキスで留めます次に顔の部分を折ります折り紙を 三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いてこの角を上に向けて折りますこの状態で真ん中の線で半分に折り直します そしてこの斜めの線で下の先を外側に折ります。折ったらこの先端部分を小さく後ろ側に折ります。折った先もさらに小さく前に向けて折ります。 これを一度真ん中で広げて、この状態で顔を描いていきます。先端を鋭くした少し大きめの目を描きます。左右のバランスに注意して描きます。 まぶたの線を描いて、鼻を描きます。白いペンで白目の部分を塗ります。白が乾いたら、目の線をなぞって黒目を書き込みます。鼻も描いて、 これを体と合わせます。先端をかぶせるようにして目の少し上に角が出るようにしたらこの位置でホチキスで後ろから留めます。これでラプラスの完成です。